遅くなりましたこんばんはゆみりんが11時16分お知らせしますごめんなさい遅くなりましたあ来てくださってありがとうございますそうですお風呂上がりですだから前髪は乾かしたんだけどね後ろ髪が全然書いてないうん。 そう急いでふらがったのにそうなんです急いでふらがったやばいと思ってちょっと前髪邪魔だから巻こうそう前髪はね邪魔だから巻かないといけなくなるから乾かしとこうと思って乾かしたんですほらこんなに長いんです前髪が今何にも見えない指でわっしちゃえってわっしちゃえわっしちゃえ あ <laughs> 俺も急いで出てきたってお風呂ふかちゃんユミリンに会いたがってたほんとに赤にんあれだなもう次会えるのあっくし会かな赤にーん赤にーんうーん夕方にクーカとココアが配信してたえ一緒に配信してたのかわいい見たかったの どうかな。こっちは嫌。あ、見える見える。見える見える。見える見える。見えた。オッケーイ。イエーイ。オッケー。あ、この服可愛い,いね。これパジャマです。パジャマ。 ですなんか今日雰囲気違うねって多分何も塗りたくってないからだと思いますよいしょうんそうなんです今日は「命の歌が7時半からあったんですけど滝野は見れずさっきちょっとだから録画してたのを見てた。 でも、ショールーム始まっちゃうと思って、急いでお風呂入ったから、まだ全部見てないんですよ。命の歌はですね、今日は、えっと、中国地方放送だったんですけど、全国放送は18日命の歌ってなんだって、えっと、命の歌っていう番組、 に出させてていいただいてます NHK の18日にかかりますのでよろしくお願いいたしまするよろしくお願いします南こうせつさんとか出られてて私も横で歌わせてもらってますすごい優しい方でなんか本当に優しかったあんなにすごい大御所さんなのに なんか勝手なイメージでなんかそういう方ってもう偉大すぎるからなんかちょっとなんか裏でもドーンってしてるのかなってなんかちょっと勝手なイメージねなんかあったんだけどすごい気さくに話しかけてくださってめっちゃ南さんはしになりそう,うめっちゃねめっちゃ優しかった本当にまた共演したいですすごい優しいし 面白いしいろんな話してくださって分ッ唇か,かすかすうんカチカチやぞってあっコトリさんは神って確かになあの歌声すごい綺麗ですよねうん 滝野はドーンとしてないですよわかんない <laughs>。わかんない。もしかしたらドーンってしてるかもしれない。あ、くまね。くまねが寝てまーす。じゃん。熊まねちゃん。あ、リップ食べるなよ。あの、そう、昨日岡山で公開収録があったんですけど、ミュージックドライブ。の時も、 ビールの色なくなっちゃって食べるからーってごめんなさい唇舐めるのクなんですって言ってあブログのあんこの写真に癒されましたそうなんです今日のブログは滝野が担当でしたう <laughs> んんかそう全然くまねくまねじゃない全然あんこ会えないから なんかよく送ってくれるんです家族があんこの写真かわいい写真あんこ会ってみたいなあんこか,かわいいですよ私も会いたいそうのぼめはいつからいつからなんでしょうねわかんないあんこ会いに行けば喜ぶよね 喜ぶとも私も喜ぶ安定のなあちゃんとのツーショットそうです大好きな人となおうててて,て暑いから寝てたのかなそうなんですなんか床が冷たいからよく床でごろんってするんですんなあちゃんの寝顔撮ってたねってうんふふふ 寝てるーと思って撮りましたいかがでしたかまたまた撮りますよお楽しみに <laughs> 隠し撮りはい隠し撮りでした綺麗な寝顔ありがとういやいやいやそれはななさんにななさんに 綺麗な寝顔ありがとうですよねんタックルタックル今ノーメイクって今ノーメイクですでもなんかめっちゃショールームめっちゃ唇の色あるみたいになんか唇になってるみたい やったうんーほんまやねね光の加減かな今塗ってたあこれは普通にあのリップクリームなんですこれだから色ついてないやつこれ唇ですぐ乾燥しちゃうから。

この人たちじゃないです。ないです、ないです。うんだってユミラーユミラーはあれでしょユミラーは私たちのあのユミラーはユミリンのファンっていう意味じゃなくってあの靴下違うの履いてる人はユミラーです。うんタワーを。 タワーがミーさん、ミーさん、み,さん読みに押し、ありがとうございます。タワー、ありがとうございます。嬉しい。指輪は意味が違う、そうなんです。うんうん。指輪タワー、本当です。ありがとうございます。 決めない方がいいとも気,やす気軽に応援してやすいからそうだねなんかうんなんかあれでしょなんちゃらアットマーク名称みたいな書いちゃったらさ他の人もさ配信行きづらいじゃんねなんか ね、しかも違う人の配信行くからって違うさなんかそう変え,変えるのはめんどくさくないめんどくさいよねよく知ってる <laughs> ねなんか平気で来てますあいや滝野の,のとか全然来てくださって大丈夫です 普通に普通にあのピオちゃんズとかにも全然来てくださって嬉しいですほんとになんか逆にあっピオちゃんズなのに滝野の配信見てくれてるんだってすごい嬉しいですうんうんなんかすいませんチーム深掘ったね <laughs> いいいいいだからなんか 何だろう私は嬉しい逆にちあっ川ル好きなのにあの来てくれてるんだ嬉しいあそっかだって今川ルの配信やってないもんなとかでうん嬉しいタギナのとこは全然来てくれていいですよ何があっても夢に忘れいやー嬉しいですありがとうございますうん そうだねえ DD だからピオちゃんズには所属してます所属してますピオちゃんズって DD 入れなくないですかでもひなちゃんにはないねないしょねないしでないでないでないしょでお支しないから大丈夫押し編そうですね押し編は押し編は私よはダメですよ おしましでお願いしますね。う <laughs> ん。渡しできます。ありがとうございます。嬉しい。あずさんに指輪をしなのがバレました <laughs>。あずさはなんて？あずさ。 しは増やすものそうですねだってどんどん人が増えていくのにあのー、どんどん人が増えていくのにおしまししないとなんかあれだよねなんだろうまあそれは自然の流れですよねだって300人もいてさ300人いて逆に談話し,してくれるのは本当に嬉しいですよね300 何分の1みたたいいななあ財布が持たない確かに確かになぁで倒しだったら例えば奈々さんのグッズだけ買えばいいけどめっちゃおしまししちゃったらこの人のもこの人のもこの人のも俺も買いたーいってなってそうだねだからってグッズを買わないわけにはいかないしその何だろうおしましだから 三人してたらこのグッズ3人分買いたいんだよねお金足りないからって一人分買うのもなっていう一人分買うんだったら3人分買うわっていう増えすぎると大変そうですねそうだよね俺そうなってるとおおじゃその辺はまあ個人でほどほどにほどほどに <laughs> ゆみりんごめんって。なになにそいつゆみりんの部屋にはなおちゃんのグッズでいっぱいないそう。そうですね。でもそのうちなんですよね。まだ全然持ってなくって。まだは、まだまだですね。あそっか、ゆみりんの話しようって言われた。<laughs> しました、しましたあかしっかで T シャツ買えるの面倒。T シャツ T シャツまで買えてるんですか皆さん。びっくり。 へえすごいまあでも確かにな自分の T シャツ着てくれたら嬉しいもんなうーんゆめりんポスターあるああボムさん今月号ナナさんのポスター入ってるからあれ貼りたいなと思って家にあれあれこの辺貼りたい 紙落しと一押しは違うかなグッズは紙押しのああなるほどねそういうそういうねそういうねうん今日今日はねないんです売ってないんですよね明日買えるかなうん買いたい意地でも買いたい言ってもらおう んカウタイの T シャツ着たらあれでやろああえっ、ー、でもなんかカウタイの T シャツ着てるーって言うんでまたお話が増えますよねなんかねだって STU のグッズ買ってくれてるわけだからんー で T が楽しみあああ私も楽しみだなあれって自分で選べるんですか自分でなデザインとかできるのかなんリビニンが白くて羨ましい多分これは光の加減です光の加減だななんか今日はめっちゃ白く見える多分光だ自分でデザインするよ へえそうなんだふんじゃあ今のうちから考えとこうあ服も白いからあ服白いからブワーってなってるのかなえへへへえゆび人形すごい大人っぽいってえー、私すっぴんだと逆になんかいつも子供っぽいって言われるんですけどなんだろうね大人っぽくなったのかなじゃやったー ゆめりん肩幅広いそうなんです私よく小顔って言われるんですけどそうじゃなくってあ肩幅があるからちょっと顔がちっちゃく見えるだけでそうなんです肩幅ね広いんだよなこれもちょっとコンプレックスかもしれない肩幅ってどうやったらちっちゃくなるんだろうねこうやってたらなるのかなグーって <laughs> それですっぴんなのねめっちゃ唇してるように見えますよね、うん、骨格は変えられない確かに骨格変えれないな猫背になりそうだな私元が猫背なんでんタックルしすぎまだタックルしてないんです紬さんにまだ会ってないからん 高くってやつ指に本物顔だってありがとうございます猫では直した方がいいよそうなんですよね直し中です絶賛直し中絶絶賛直し中今週末タックルできるねそうなんです今週末今週末おいできたらいいな会場開いからおいできないかもしれない チビルは何色ってあ今です今は塗ってないですよ何もね塗ってるように見えますよねこれ塗ってないんですえなんか多分これショールームって何かなんだろう欲しいんかさ <laughs> なんだろうなんかそうなるのかなね んあん。お風呂上がりだから今血行がいいのかななるほどお風呂で温まったからへぇうんーショールームマジック確かになショールームマジックなのかなへぇ 枝豆も美味しいです美味しいですよね枝豆。うんうんクルーズ飲んでる飲んでまーす今日ももう飲んだ今日はもう飲んだよ有村かすみちゃんに似てるって言われるのは大学に入って2週間ぐらい言われてましたうん早く髪乾かさないとたまないうん なんかそろそろろ乾いてきこっち乾いててないい見てこっち乾いたけどこっち全然乾いてないん9月26になったらビールに枝豆かな9月24です惜しい惜しかったまあ26になってももうできるんだけどね遅い分はいいですか髪がみきれいありがとうございます これがミューミーのじし,しっかり、皆さん目に焼き付けて言われてください。サラララララ,ラ。髪切らないのそうだな。そろそろ切りたいな。切りたいな。ちょっと毛先痛んできたから。切りたいな。来月誕生日。そうですね。来月誕生日。えーい。 いありがとうございます。そろそろ前髪切ろう。そうだね。そろそろ前髪切ろうっと。あ,あ、成人式が、そうなんです。成人式。っていうか、そもそも私、そんなに多分切らないよ。毛先ちゃちゃちゃって切るだけだと思う。切るとしても。わかんないけど。わかんないけど。もしかしたらこんななるかもしれない。わかんないけど。 うん、予定的には毛先ちゃちゃちゃって切りたいなショートにするでもいつかショートにしたいなうんねあえて前髪なら伸ばそううん邪魔なんだよなえ伸びるの早いいいや遅いですうんうん なちゃんぐらいにうんそうだないつか切りたいなどんどん伸びてきて伸びるの飽きたら切ります明日の道ラーメン食べてくるわっていいなの道ラーメン食べたいんー成人式って広島の神社かないや AKB グループは4トグループは 東京のところですよね毎年。何かアレルギーあるうんないです。ないんぽいなんかアレルギーあるんだけど何かが分かんなくって私注射器が注,注射が嫌いなんですよ血抜かれるのに。 が嫌であのなんかアレルギーの検査血抜かないといけないってなんか血抜かれるのが嫌で <laughs> 先延ばしにしてたらなんかなんか <laughs> もう忙しくて行けなくなっちゃった <laughs>。 あ、花粉症ですよでも花粉アレルギーだうん STU 内で猫アレルギーがは入ってそうなんですかでも私猫じゃなくて犬のだからどうなんだろうなうんほこりはアレルギーじゃないと思いますよインフルエンザの注射は 打った年になります。打った年にインフルエンザになります。打たなかったらならないんですよ。えだから、なんか小学校とか中学校とか、毎年打ってたんですけど、毎年なってました。インフルエンザに。で、高校ぐらいになって、なんか、もう、もうなんか、なんだろう。高校とか、なんか行く時間なくなったりとかして、なんか打たな 打たない年はなんかあそういえば今年なってないみたいな感じ <laughs> 謎すぎ毎年なってそうです毎年なってましたインフルエンザんかしかも例えば A だけとかじゃなくて A と B とかになってた例えば B なって、まあ、1週間休んで治ってまあ熱下がって3日間とか休まないといけないじゃないですかだから 完治、まあ、して学校行ってたらんかちょっと帰りの回とかに調子悪くなってそしたら家帰ったらめっちゃ熱出てて次の日お医者さん行ったら「あ B になってたんですねえっと今回は A になりました」って言われて一日空きにか一か日,日空いて A と B になっちゃったりとかしてましたそれはつらすぎるってね。 同じだねなりますよねうんうんなんかそうですね流行 <laughs> りなものに敏感なのね確かにそうだな誰かのが映ったの多分誰かのが写ったんだエ AKB グループは予防接種があるのそうなの えー、ちょっとええー、そうなんだその日には仕事入んないかなそっかみんなで一緒にやったわけじゃないんだよねえー毎年やってるの握手会の時にやってるのほんとに えー、なんか握手会めっちゃ楽しみなのにちょっと握手会が握手会が嫌になってきたそれは <laughs> えっええせっかくせっかく楽しい楽しい握手会なのに強制なのえっ、ー、えじゃあさあれじゃん ありがとうございますとかでやってるここにさシール貼ってるじゃんへえー、逃亡し逃亡しよっか逃亡しよっかな300人ぐらいいったらなんか一人ぐらい打たなくてもわかんない <laughs> わかんないじゃないわかるわかる絶対わかる 絶対なんか連れ戻されそううんでも最近かかってないからうん大学生になってかかってないよインフルエンザほらもうもうかかんないよねええー、でもあれだよねインフルエンザかかってお仕事できなくなったらそれは嫌だな う、ね、んそれは嫌だねえリ、ー、アクションよかったら撮られるのカメラにじゃあじゃあおとなしくしてよ次の人て、はい」って「はいありがとうございます」みたいな感じで <laughs> 普通を装うなあちゃんが使いまにくるやれ忘れで嬉しいななんか <laughs> すごい痛いってそんなことやらないでくださいよえー、すごい痛いってみんな言ってえっ、ー、何それ何それ えー、奈々ちゃん毎年メンバー慰めてたってえー、あ奈々さんめっちゃなんかチクってありがとうございますって言ってそう普通にへえー、みんな泣いてるよじゃあみんなで泣こうみんなで泣こうなこさんが泣いてるのじゃあ奈子さんのとこ一緒に行ってなこ アユミンはむしろ泣いてほしいって <laughs> なんでなんであゆみんどうなんだろうねえでもアリノンアリノンとかめっちゃなんかやだやだーって2人でワチゃワチゃしてそうかわいいかわいいあダジャレかよって <laughs> そういうつもりはなかった29歳があって私19歳ですよ 29歳とかあれじゃないですフォテトグループで一番最年長じゃないですかあずさとかどうだろうあずさどうだろうね <laughs> あっかわったるあまやちゃんとか可愛いよねあかわえ絶対なんかえはまいはね中秋えっ舞葉中秋嫌なんだけどないしうないしょって言って静かに静かにしようみたいに絶対言われてる <laughs> 絶対言われてるヘキメアーズさってね大谷ちゃんなくてえマリーナマリーナはどうだろうなんかでもなんか個人的にちょっと泣いてほしいかもちょっと泣いてるとこ見たいからなんかえっこのまま <laughs> 悪意ないよものまね <laughs> コッコが泣いたら逆分萌え…そうだね萌えだねううん、うんマリーナえー、マリーナなんかどうだろうでも意外になんかちょっとちょっと普通にこうやって打たれてえー、どうだった言いたかったっ,てめっちゃ痛かったみたいな言ってそうかわいいかわいいかわいい うちゃんいやん嫌ああ言いそう菩薩菩薩はもう安定の菩薩でしょなんか笑顔でう打たれてそうえへ、ー、みたいな感じねえー、ふくちゃん騒ぎそうああかりんいやあかりんはねあかりんは何気にでも大人だからなんか考え方とかもだから 分かんない、おとなしく打たれてそう安定の菩薩ってね安定の菩薩うん菩薩はみんなの分まで打つあ本ほんとに打ってそうほんとに打ってそうほんとに打ってくれそうみゆみゆは叫びそうって ああどうだろうねなんかねでもみんなが予想するの楽しみだななんか私はそれを見守っとこう <laughs> 握手の合間だからその後大変ええー、絶対テンションなんかなんか多分分かると思うなんかごめんなさいその次の部の方ごめんなさい秋な秋にやるの ことはあれだね私秋の握手会全部完売してるさしてもらってるんで多分これ見てる人も来てくださる方たくさんいると思うけど先に言っときますけどごめんなさい <laughs> それはそれで楽しみで、ね、んか分かんないもうなんか もう手出すの無理ですとか言って <laughs> ひどいって <laughs> どうなんだろうね。休まないで、ね、休まないとヘヘ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 んヘヘ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 ヘで他の子にそれはリアルだ。それはリアルだな。<laughs> 中止は NG ワードみたい。そうなんだ。注射 NG ワードなんだね。なんでだろう。あ、一種とも握手しよう。それでなんとかなんないかな。握手してくれたんでいいです。みたいな <laughs>。お菓子あげるから我慢ね。え、お菓子、お菓子欲しいな。お菓子。マンゴー、マンゴーのお菓子がいい。マンゴーでお願いします。じゃあ。マンゴーのお菓子 ーんやもやしどうぞいやもやしもやしレベルで打ちませんよ私は注射を、うん、もっともっとなんかもっともっとへへっ太陽 <laughs> にならないでねわかんない注射後注射後太陽だからわかんない注射後太陽よいしょそろそろ時間だな そそろそろ時間だな違う違うこれじゃないこれじゃなこれこれ今日は八月九日ハグの日ハグの日だ第十三位はんちゃんさん あんまりイベント行けてないけどいつも応援してるよね。いやいやいつもショールーム来てくださってるじゃないですか。それはそれは嬉しいですよ。ありがとうございます。第12位。もらさん。ありがとうございます。第11たくさん。いやいやあ,せあさっておあさって来てくださるんだ。楽しみ。お待ちしてます。第10位。くまねパパさん。 今日は暑,、ね、暑いよね。ユミリも体調に気をつけて,て、ありがとうございます。ま根パパさんも体調気をつけてくださいね。で今日そんなに、今日広島そんそこまでじゃなかった。明日暑そうだけどな。でも明日は別に、あれだな。第9位。なおさん。明日楽しみ。ユミリの軽快なトーク見守りに行く。おえきてうずさるの東京に。ありがとうございます。そうなんです。私明日。 東京でトークショーがあります。行ってきます。東京ビバ東京第8雪月さんありがとうございます。第7位ハルミンさんありがとうございます。第6位トリダーさんありがとうございます。第5位きなこのまつさんありがとうございます。 第4位、プーさん、明日もよろしくなって、え、明日も、明日も、すごい、マジで美ンに会えすぎかもって <laughs>、え、ほんとですよ、めっちゃ、めっちゃ、メンバー並みかも。ありがとうございます、お待ちしてます。第3位、まちょうさん、ありがとうございます。第2位、あおいちごさん、ありがとうございます。そして、第1位が、 みいさん指輪よしみーさんとはありがとうございました嬉しい嬉しい7777ありがとうございます今日も今呼ばなかった方々も見てくださってありがとうございますうん ありがとうございます。ありがとうございます。明日も頑張りやみんって。頑張りやみん。暑さに気をつけて。皆さんもね、暑さ気をつけてください。東京暑そうだから気をつけてね。そうだね。東京暑いよね。なんか東京行って広島帰ってくると、あ、ちょっと涼しいってなる。うーん。明日頑張って。ありがとうございます。なんか最近トークショー、 に呼んでいただけることが、ね、昨日もトークショーだったのであのー、岡山で全然喋れないんですけどねでもトークショーをたくさん出させてもらってるからだんだんねだんだんちゃんと喋れるようになりたいなってそろ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 ね噛むなよ噛むわ噛むは昨日もちょっと噛んだわ ななんんか噛むのは治らないんですよね、うんうん、トークを鍛えるチャンスそうですよねトーク鍛えるチャンスツアーもありますからねだからうんなんかトーク力、まあ、指原さんまでにとはいかないですけど少しでも少しでも近づけるように頑張ります、うん トークのスキルが上がるね。頑張ってね。ありがとうございます。頑張ります。シンフォニアいわくに来る行きます行きます。ツアーで行きます。ツアーで行きます。この人たちでいいのよくないです。ファンの方々。<laughs> うーん。ないです。特に、弓に押し入れ。大丈夫です。 名前,はないです名前は、ないです名前はうん、特にないですけど、まあ、たけのを押してくださると、嬉しいです。なあちゃんの話してるとき、周りを気去りにしてた。<laughs> いや、なんかちょっと、時間ないみたいな感じだったので、あんまりちょっと、話せないと思って、とりあえず、でも、なんか、一言で終われないと思って、ちょっと早口でしゃべりました。 うんうん。昨日押してますって、ありがとうございます。ありがとうございます。我が輩はユミリンであ、推しである。名前はまだない <laughs> ない。ないです。まあでも、船押し、船押ししてくださると嬉しいです。ユミリン含め。うんうん。 24時間大丈夫そうそうなんです24時間っていうか下手したら多分一年中喋れると思ううん押してます押させてくださいってえー、嬉しいこの人たちとして過ごした2日間<笑><笑>この人たちとして過ごしたんですかこの2日間楽しかったですか <laughs> 海の中でしししまますすよろしくお願いします今度奈々さんについて語りあすかそうなってねまあでもまあ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 語りましょう渡さないけど語りましょうこの人たちでしたはいこれからもこの人たちは永遠です <laughs> なんかちょっとかっこいいちょっとかっこいい何それ <laughs> 元この人たちなんかそれもかっこいいな,なんかえ <laughs> 元まあ元この人たちセミより短い一周やな確かに二日間二日間だけ二日間だけああと30秒だじゃあ皆さん今日も最後までありがとうございましたあさって握手会来てくださる方 お待ちしてますそして明日トークショー来てくださる方お待ちしてます <laughs> これから楽しい週末が待ってます滝きには皆さんも熱中症とか気をつけてねうん頑張ってください明日も頑張りよみにバイバーイおやすみなさいバイバイ